バランスの崩し合いなんで、例えば力だけ強くてもダメだし、スピードだけでもダメだし、トータルバランスっていうか全て、兼ね備えてないと勝てなくなるし、まあ、練習やっていくと、だんだんそれが備わってくる、そういうスポーツだと思いますね。